オーラ研究所の笠原です。肌と菌に関する研究をしております。菌というのは私たちの肌の上にだけではなくて、こうした空間中にも菌というのは存在しています。でそうなると私たちの肌というのはもう日夜絶えずこうして空間中の菌と触れ合っているということが言えると思います。肌の状態が良い人が多く持っている菌というのを見つけまして、それらはきっと肌の健康に関わっている菌だろうというふうに研究が進んでいきました。もやしもんという漫画がありまして、その漫画は学生時代すごく好きになって読み込んでおりました。その漫画自体はこう菌が肉眼で見える学生というのが主人公の漫画になっておりまして、肌と菌の研究をすることになった時に、はっとあの時の映像が思い浮かびまして、そういえば菌ってその空間中にいたんだよなということは思えば、ああした漫画の一シーンからなんかインスピレーションを得ていたんだなというのは今思っています。肌の健康に関わっていそうな菌がどこから来たんだろうというのを調べた時に、調査をするとどうやら緑が多い場所や土の周りにもそうした肌の健康に関わる菌がいるということがまず分かったんですね。でそこからそうした緑の周りや土にいる菌が肌の健康にも関わってるんじゃないかということを考え始めるようになりました。人の頬にどんな菌が存在するのか、これを調べていきました。的にはこうした綿棒のようなものがあるんですけれども、これをこの頬を拭ってあげることで菌が採取できまして、人の頬に存在する菌というのをおよそ300名ですねの方を対象に調べていきました。そうすることで肌が健康な方の上に特徴的に存在する菌というのを見つけ出していきました。そして見出した菌をですね、実験室でその菌を肌の細胞と反応させて、実際に肌のバリア機能が向上するという結果を見出すことができました。自分も家の中に観葉植物をいくつもいくつも十何種類ちょっと買って育ててみたりですとか、こういう公園だったりそういったことを散歩するということも、またこれまでとは違った目線で肌と向き合うためにこう公園を歩くといった新しい考え方で、なんかこう外を出回ったり新しいライフスタイルが自分の中で芽生えてきています。今の科学技術があるからこそできる新しい暮らし方とか、新しい自然との関わり合い方とか、そういったものの一端がこの研究には詰まっていると思っていますので、常に変化し続けると思うんですけれども、その中で何百万年ずっと関わり合ってきた緑とか土とかと人間と人間との関わり合い方というのをもう一度ここで今見直すことができる研究になっていけばいいなというふうに思っています。